子様といえども上がっていただきませんようにお願いいたします。それと、今回、認証の1回を通りまして、天神社の方に参ります。たくさんの日曜日でもありますし、たくさんの見物人が、周りに集まってくることと思います。絶対に見物人との間にですね、トラブル、喧嘩等を起こしませんように、皆様のご協力をお願いいたします。それと先ほども申し上げましたが、タバコを吸う方が、大変多いと見受けられます。タバコは吸っていただいて結構なんですが、タバコの吸い殻やゴミなどを通りすがりの路上に放置されませんように、こちらで必ず後ろの給水車の方に灰皿を積んでまいります。そちらの灰皿を使っていただきますよう、また吸い殻以外のゴミもですね、出た場合には給水車の方にお持ちいただくように、絶対路上に放置していただかないようにお願いいたします。それと最後になりました、これから長丁場、怪我や、事故、それから熱中症など起こしませんように皆様ご注意いただきまして、安全に楽しい、巡行、さらに見合いを、していただきたいと思います。どうぞご協力よろしくお願いいたします。以上で、挨拶を終わらせていただきます。この後、集合場所は北東病院の向こう側、亀戸1丁目の方にこのみこしを移動いたします。ただここまではですね、最初トラックの方に、このみこしを積んで移動して、集合場所から実際に肩を入れていただくことになります。ですので、まずこのみこしをこれからトラックに、積みますので、そちらの方もまず最初にご協力いただければと思います。で、みこしを車に積んだ後はですね、会長をはじめ、むつみの役員が、徒歩でここから来た5分くらいの場所ですので、徒歩で向かいますので、皆様一緒に、ついて、移動していただきますようによろしくお願いいたします。それではまずみこしを車に積むときにご協力をお願いいたします。